脇田直方から1660年は、江戸時代初期の加賀藩藩士、金沢町奉行、朝鮮の藩寸生まれで、署名は、金所鉄。官林学士である金時将の息子であったが、1592年に、文禄の役の際に孤児となり、浮北秀家の捕虜となった。その後名古屋城を経て、岡山に連れられ、秀家の性質、豪によって養育される。 翌年、所要で豪が、実刑の前田利長を訪ねた際に、利長の正室英姫が友をした、除鉄沖に、入り、玉仙院が養育することになる。脇武が増援した、玉仙院の主庭池と関軍亭、利長のそばで成長した、彼は、旧米と称し、放禄百三十国を得て奉公を続ける。1六百五年頃、玉仙院の圧戦で家臣の脇武の養子となり、 脇田た方を名乗る。大阪夏の陣で先行があり、官営年間には恩賞見直しにより先国まで出世する。役職では五個賞等、金沢町奉行等の養殖を務め、最終的には六高千五百国に出世した。彼の父が両半層の文官だったこともあり、文芸方面にも力を発揮し、加賀において連賀の一人者であり、また源氏物語切り込み伝授や、 古今伝で援助を受けるなどした。また、金沢にある日本庭園玉泉園は直方から四代目、九米までの歴代脇武当主が造園したものであり、その名前は直方の恩人である玉泉院にちなんでいる。直方は高山右近の影響を受け、隠れキリシタンであったとされ、玉泉園には合唱した聖母マリア像が刻まれた灯籠が建てられている。 晩年に出家した後には、名前のみ元の除鉄に戻した。ありがとうございます。